1965年から半世紀にわたり開催を重ね続けてきたインタービー、2015年は昨年以上の規模で開催されます。最先端の技術力を世界にアピールするインタービー、来場される皆さんはどんなことに期待をし、何に注目されているのでしょうか。今回はそうですね、まあ、4K とか 8K の放送とかが、始まりますので、それに向けてまだどういうような技術が出てくるかというところをちょっと注目して見ていきたいと思ってます。BT2020 に合わせてちょっとここから先 4K、8K のワークフローをしっかりしておかないと、いけないかなっていうところです。今年も多くの関連団体からの協力、講演を受け開催されるインタービー、2020年を見据えて進められる超高精細映像、次世代放送サービスの普及に向けた取り組みなどに大きな期待が寄せられています。インタービー2015は本日11月18日から20日までの3日間、幕張メッセで開催されています。放送業界の最新機器、情報に触れるまたとないチャンスです。ぜひご来場ください。